で、第2話、2周年記念、アクト。あ、ここで裏に、あ、でも、そうか、裏で踊っていた人たちが歌ったというか。なるほど。まだ薄暗い、ある日の早朝。なるほど。なんか変な空間連れて行っちゃうのこれ、どうなの？始まる。マーベラス空間始まっちゃう。マーブチンいたらマーベラスして。もうどこ行っちゃったの。マーベラスしてってあーってマーベラスしてもよくわかんないよね。ブライアンさんもちゃんとマーベチン探してよ。朝からずっと行方不明なんだよ。心配じゃないの。別に適当にぶらついているんだろう。たくあまりピーピーわめくな。付き合わされる身にもなれ。でも付き合っちゃう成田ブライアンね。だってマベチン好奇心旺盛だし、もし宇宙にでも行っちゃってたら。まあまあ宇宙に行ってったらゴルシに頼もう。やってられるか。帰る。帰っちゃった。帰っちゃったよ。ん？今のはローレル？桜の花びら。これはまだ早いだろうに。お桜といえばローレルさん来ちゃうんじゃない？その調子。来ちゃった。くるくるもっといっぱいマーベラスに咲き誇れ。そしてマーベラスと来ちゃった。この組み合わせってね。ブライアン大丈夫これ。多分ねブライアン一人で早くマヤージョンで来ないと多分一人じゃちょっとさばききれないと思うよこの二人は。くるくるパッとあれブライアンちゃんまたわけのわからんことを。マーベラスが始まる予感がしたの。探してたらローレルが先に見つけてた。マーベラスはやっぱり始まってた。なんだろうマーベラス。でも桜の開花ってことマーベラスってね、私が早咲きの桜を見つけたの。ほらあそこあそこ。マベちゃんが探していたのも小さな桜だったみたい。ああ、さっきの桜はここから。もう春になるのか。感慨深いねローレル。うん、また新しい春がやってくるよ。桜ローレルの春が。ローレル自身が言っちゃうのか春が。あんたの春だと。桜が咲き始めたのなら私も動かなくちゃでしょ。誰よりも満開に咲くよ。楽しみだねブライアンちゃん。ここでもマーベラス始まる予感。目線がローレルブライアンってマーベラス。ちょっとみんなひどいよ。マヤ抜きで盛り上がってマヤ抜きでまあ仕方ない。でもちゃんとたどり着くところがいいよねここに。っていうかブライアンさんとマーベラスになるのはマヤだもん。マーベラスになるまたそういうこと言っちゃってそれじゃみんなで学園に戻ろっか。せっかく集まったんだもん。お話の続きはコースで。コースでローレルもうこれはね。お同時刻。おやおやおや、ここはまたここの2人ですか。もう供給がすごいね。いやーなんたる偶然。いや凱然と言った方が正しいかな。そこのファミレスは君のお気に入り。もはや必然なのかもね。ねえねっちょり。まあまあ、そんな顔をするなよ。私とカフェの中だろう。さ、いつものように卓を共に囲もうじゃないか。仲睦まじくね。おや、いきなりジャンポケ。パーフェパーフェパーフェフェフェパーフェフェフェ。ここでジャンポケ来ちゃうのか。しかし今のところカフェのセリフないよ。でもおや、今日は偶然が重なるね。いたくご機嫌じゃないか、ポッケくん。ポッケくん、呼び方ポッケくんなの。おお、タキオにカフェ。見ろよこれ、このパフェ。いろいろ積み上がったてっぺんにさくらんぼ。どうよどうよってどうと言われましても、もうカフェと同じようにね。そうだよね、言われても困るよね。完璧じゃね。やっぱパフェって最強だよな。最強だよ。お前も頼めば、こっちで一緒に食おうぜ。いいね。はあ、久しぶりにここのコーヒーでゆっくりする予定が、面倒な二人に捕まってしまった。タキオンさんは言わずもがな。このポッケさん、もともと粗雑な方ですが、時折感じる凄みはまた別の。まあまあ、ここでキャラクター紹介。カフェさんのキャラクター紹介の介入さん。今日ポッケさんはなかなかあんだね。ポッケさん、なんだい急に大声で。あら、残っていたさくらんぼをいただいただけだろう。君、眺めるばかりで一向に手をつけないし。それは後に残していたタイプでしょ。これはポッケちゃん怒るよ。残してね、最後の楽しみだっつうのだよね。うん、それは悪かったね。でもいいじゃないか、さくらんぼくらい。もう古く投資となって吸収されてしまっているかもしれないし。さくらんぼくらい。あ、来ちゃった。おってんね。お前もういいわ。黙れ。怒りゲージ来ちゃったねよ。おお、表変したね。さくらんぼが君を刺激するトリガーだったのかな。そのトリガー引いたらどうなるか。教えてやるよ。表出ろ。はあ、仕方がない。彼女に。何？はい、二人ともそこまで。あ、誰？あ、富士山。おお、ここで富士奇跡。ごめんね、ポッケ。寮の対応で遅くなっちゃった。結構待っただろう。本当にごめん。詳しい人は富士奇跡とジャンポケのこの辺の流れも分かんないから、私全然分かんないんだよね、そういうのは。忙しいの分かってるんで大丈夫っすよ。同期の2人と楽しくおしゃべりしてたんでな。タキオンカフェ。あ、急にテンション良くなったね。機嫌マックス。あ、多分同期って言ってるから富士はやっぱり違うのかな、ちょっと世代が。本当に劇的に変わるね。うん、そうだよね。劇的に変わるね。まあ、仲良くしていたならいいんだけど、カフェも大変だったね。いえ、別に。お友達？もし二人が暴れるようだったら、お友達の力を少し借りるだけなので。まさか。おば、今の蹴り、初モーションてかお化け苦手なんで。おっと、危ない。しかし周囲を萎縮させる圧を放つかと思えば、見えない存在を恐れる。実に興味深い子だね。こらこら、ポッケ。最強を目指すんだろう。だったら誰だって仲間にするくらいのつもりでいなきゃ。化けもそれはちょっときつくない？お化けまで仲間に入れるって。確かにそうっすね。俺頑張って仲良くします。ケツ持ち頼むな、カフェ。なにこのチュイ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 。はあ、よし、じゃあみんないい子だったということで、ここは私のおごりだ。おお、何でも好きなものを頼むといい。みんなで仲良くおしゃべりしたら一緒に帰ろうか。私たちのトレセン学園へ。え、終わり？